キーボーボド赤とかあったかな ?APEXPRO って赤軸寄りだったのはなんとなく覚えてんだけどこれ赤軸だっけそもそも APEXPRO 軸赤軸風軸が書いてねえな軸の違いがわからない黒軸重い銀軸重い茶軸はスコスコ赤軸ちょうどいい青軸バカ実際そう実際そうだからしょうがない まあ最悪、青軸は一人で使ってまあ別に誰とも一緒にゲームやらないみたいな。一人でやる。つんだったらまあ100分譲って OK。VC つないで青軸はもうガチガチエぐい。で、軽いキーボードでまあー、うん、大体ね、そのこの辺の機器って慣れがめっちゃ大事だから自分が一番最初に使ったもので無意識的にこう慣れが出てくるんだけど 軽いキーボードで慣れてる人たちは黒軸を使うと押してるつもりなのに押せてないみたいなことが起こる結構硬い力がいる押し込むのに俺は割とそっちのタイプだったプログラマーみたいな人,の人でタイピングめっちゃするみたいな人は茶軸かな茶軸だっけリアルフォースって茶軸だっけ茶軸とはちょっと違うのか、まあッチ系が多いね、まあ、正直無難で俺が結構人に勧めるのは赤茶だねやっぱ俺の配信を見てるからには俺は赤をお勧めしたいその何を使えばいいかわからないという人たちには なので赤変わってください,よいしょーすそういう好みで言ったら俺も平べったいキーがマジで無理なんだよなあのなんか注射された後に腕に貼られるやつみたいなのみたいなキーあれマジで無理だ俺あれになった瞬間俺タイピングまともにできなくなるタイピングに関して言ったら俺さらにもっと許せないのはあの左側に謎のマクロボタンが1列追加されてるキーボードあれほんと終わってるあれが付いてるだけでキー キーボードのきあの手の位置が全部左に1個ずれるロジクールついてるやつあるんだ俺あれのイメージだななんだっけレーザーのイメージだなブラックウィドウだっけなんか10年前ぐらいにそれ買ってマジで頭おかしくなりそうだった俺何この乳首みてぇなスコープえっこれ何うわ可変できねえのか初めて見たこんなスコープ こんなの使ってる人がいるんだなたまげたな星2.4ですね。さすが。<music> <music>